詰めた貝は、軟体動物門に属する玉イガの巻貝。東アジアから南アジアの砂浜に多く普通に見られる。長管体から水深1 0トルから5 0トル程度の砂地の旋回に多く分布し、殻幅5 0ト、mm、ル程度に達する中型の巻貝。殻の色は紫褐色から高褐色を定する。底部は白色で滑らか。蓋は、 半円形となる。夜行性で砂の中を活発に動き回る。また軟体部は殻から大きく露出し、殻を完全に覆い尽くす。肉食性であり、アサリなどの2枚以外を捕食する。アサリなどの2枚以外を捕まえると、ヤスリのような施術を用いて、獲物の殻の最も尖ったところである、拡張部を平らに削っていき、2ミリメートル程度の穴を開けて軟体部を食べる。 繁殖期は春で5月頃茶碗をかぶせたような形に卵塊を作る。その形から通称砂茶碗と呼ばれる。生息環境により形が変化し、内海のものはへそ柵中央の溝が空軸と直角方面に伸び、へそ穴が塞がらないが外洋に分布するものはへそ柵の中央の溝が曲がっていて、へそ穴が密閉する形となり、細や詰めたと呼ばれる。 インド伊東、西太平洋の旋回に分布する。日本では北海道以南から沖縄にかけて広く分布する。禁煙種として、冷た外属は本種及び全滅種を含み、本属が日本近海に出現したのは中心余呂と考えられており、北米大陸原産のグラソラックス SP から分化したと考えられる。また、適応の過程で種の分化が起こり、 化石種を含め7種が確認されている。本種は比較的大きくかつ個体数が多いことに加え人間の生活環境の近くに分布することから人間生活に深い関わりを持つ。繁殖力が強くアサリ等の漁獲対象種を食害するため漁業被害の原因生物となることがある。時に大発生して潮光会場を全滅させることもある。 本種は無毒であるが食用にされることは少ない。これは加熱した際に身が固く締まり、歯触りが悪いこと、独特の粘りと臭みがあることによるものである。愛知県知多半島では本種をうんと呼び、塩もみして生食するほか、煮付けやおでんログとして食している。また、三重県南部では番長と呼ばれ甘辛く煮付けて食している。ありがとうございます。